ライヒリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、町村で、ライヒリング行政共同体を構成する、自治体の一つである。ライヒリング、ライヒリングは、ミュンヘン地方に位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ルーデンハウゼン、ルーデンハウゼンは、ライヒリングから南に、約3キロメートル離れた場所にある集落である。海抜736メートルに位置する、この集落は、ランツベルクアムレヒ群内で最も高い位置にある、集落である。集落中央の高台に、セーペテロイコールセーパウロ教区教会が建っている。発掘された遺跡には、ライヒリングのローマ時代の過去がある。 隣接する入植地であったエプファッハから伸びる、ローマ街道がレヒフルトを経由し、現在の町域を東に貫いていた。ローマ支配が終わった後、5世紀に、アレマン人のリチャイロを中心とするジッペが、ライヒリングの村を築いた。ルーデンハウゼンは、中世初期に、最初の拡張期を迎えた。ビッテルスバッハ家が、レヒライン地方を支配し始めた13世紀には、 ルーデンハウゼンは、ランツベルク地方裁判所の一部となった。ライヒリングは、ラウヘンヘンレヒスベルク保護裁判所に属したが、その後、ランツベルク地方裁判所、ショーンガウ地方裁判所、バイルハイム地方裁判所と、その所属は変遷した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により、自治体として、ライヒリングとルーデンハウゼンが成立した。 ショーンガウ軍の廃止に伴い、1978年に、ライヒリングは、ランツベルク・アムレヒ軍に移管された。同時に、それまで独立した町村であったルーデンハウゼンは、ライヒリングに合併した。長長は、ヨハネス・ライスである。図柄、胸部は青字で金の鍵と金の剣が斜め十字に交差する形で描かれている。その下は、 銀字で、ミブの緑の山の上に赤いユニコーンの半身。鍵と剣は、ルーデンハウゼンの教会の守護聖人である聖ペテローと、聖パウロを暗示する。ミブの山は、ライヒングがその麓に位置する、ブルツベルク、ケルトホルイが残る、イッシングコーチ、保護裁判所名、ラウヘンレヒスベルクを表す。ユニコーンの半身は、ライヒリング出身のエタール修道院長。 ベネディクト・パヒャーの文章に由来する。ありがとうございます。